皆さん、こんにちは。はい。もう、後ろに、ヤッパンもいるんですけど。ほうほうほう前の動画で私たちがピザを深圳にいたんですけど、無事にもらいました。でも結局、1年でした。でもさ、なんか、もらったことがいいんですよね。そうでしょ？うんうん。だから、去年、私たちが、マイナンバーカードも、深圳にいたんですから、これも一緒に買わなきゃならないんですから、今回、ちょっと、マイナンバーカードを、なんか、変わるに、うん、行きたいと思います。はい、行きましょう。行く前に、平方パークで、おしゃれなカフェがありそうですけど、はい、そこで昼ご飯を食べたと思います。やっぱここ入ってきたけど、うん、駐車場みたいです。うわすごい。ほら見てすごいでしょ。登るの大変だなこれ。でも素敵だ。もうさね、頑張って行ってきてね。何が違うってんだよ。あ、降りる人と登る人でしょ。とりあえず今誰もいないから大丈夫。はい、私も行くの。あ、当たり前です。ちょっと下で待って。こっちで行ったら。いや、あ、そう、うん、下で待ってちゃダメ。うわ素敵。こんな大阪で、はい、こんな素敵ものがちょこちょこちち結構あるよ。あるんでしょ、うん、それを見つけることも楽しいわ。うん、私は東海よりそんな日本風の家とか庭とか、それがもっと素晴らしいと素敵だと思うよ。あ、そう。めっちゃ素敵じゃん。うん。うん。お邪魔しましょう。はいはい。はーい。そうだね。なんもないね。うん。ここめっちゃいいわ。なんだろうね、雨水溜めてんのかな。うわ、後ろめっちゃ素敵。ビューがすごいな。そうだね、高いとこあるしね。うん、また右の方見たら、また景色が違うわ。うん。次はどこなの？まだまだ先だよ。おい、一個一個寄り道してったら切りないで。この辺お寺いっぱいあるんだから。あ、そっか、うん、行けた。素敵なカフェ。1時に予約したんでしょ。はい。今30分早すぎた。なんかでもここ古民家をカフェにしてる感じ、うんうん、あ、素敵だね。うん、素敵。そのまま使ってる。へえー、ここじゃない。うん、開けて。一番気になることが、これはもともと家だったでしょ。でも家だったから、このトイレとかは残して、他のところまあ変わったんですかな。気になる。そうじゃん。そうです。でももともとインテリアするとき、トイレとかもいいのでできるんじゃないの？トイレも？そうじゃないの？トイレ難しいかな。トイレ下にさ、ああ難しいわね。水とか。場所変えるの難しい。だからそれトイレはそうですけど、レストランはどうするの？昔の家だから。あ、外にあったとかかもしれない。あ、そうかね。そうだね。めっちゃおしゃれじゃん。あ、こっちから順番があるの？いや、順番じゃなくていいけど、その方が分かりやすいんじゃない？あー、そっか。タモさん、チーズくだろ。チーズとライムかな。これ味ね。うん。一緒に食べるのこれ。いや、絞るんじゃない。何かなこれ？何？イチジク。
あ、一応でお願いします。はい。うん。どう？美味しい。それ食べんの？絞るんじゃないの？わかんないよ。酸っぱい。酸っぱすぎる。美味しいよ。皮はあるけど、今ちょっと。それ食べるやつじゃないと思う。だから今、困ってるの。食べなくて。入っちゃったか。私もいただきます、ね。うん、ちょっと1個ずつ行くと時間がかかるんで、うん、私じゃあ次これ、うん、まあ、普通にお豆ですし、ね、すごいシンプルな、シンプルな味なの。うん、塩だけか。あ、そっか、うん、枝豆の味。うん、ドリンクは梅みかんジュースと自家製のジンジャーエール。ヨンちゃんがジンジャーエール、しっかり混ぜて、うん、自家製だから。あ、これ紙だ、ストローね、うん、最近紙のストロー多いわ、うん、からん、シャラってた、こっち、じゃあこっち飲んで、梅みかんじ、これちゃんと混ぜて、あ、こっちが美味しい、それじゃあ、うん、なんちゃん、ね、私これ、あ、これ、あ、ありがとう。私ね、お箸使い方がめっちゃ下手だ。だからその練習のするために、うん、豆に、その練習しなするんじゃないの、うん、やるやる。でも私これ、取ることが早い。早い。だから使う方は変ですけど、うん、食べることは早い。やってやって、やってみます。うまいか。早いでしょ。で、なんか使い方は早いけど、私のスタイルの方法があるわ。なるほど。だから見た目は変ですけど、食べるとこは全然大丈夫。はい。まあちゃんと掴めるならいいわね。シンプルでめっちゃいいの。味ないんだけど。シンプルでめっちゃいいの。私はこのぐらいはちょっとぴったりだと思う。最近さ、濃いもんばっか食べるじゃん、味のさ。あ、そうだね。味の感覚がな、変になってんだよ。私は別に大丈夫けど。あ、メイン行きました。めっちゃいいじゃん。なんちゃんのが、鶏肉のバジルと、私がこっちで食べる。で、私のが、大豆とレンコンのハンバーグ。あー、なんかお野菜もすごい、うん、美味しそう。バジルですか。塩の味とオイル味が一緒に来るんですけど、なんかちょうどいいのバランスが。全然味が強すぎたりしない。しない。優しい。でも塩の味はもっと高いけど、でも食べやすい。どうしてもね、サラダとかだとね、うん、ドレッシングがさ、ドバドバかかっててさ、うんうん、まあ、あれも美味しいんだけど。あ、これ何？鶏肉ですね。あ、このソース？バジルソース。あ、そっか。うん、いいな、美味しい。あ、鶏肉とバジルソースが合うかな。鶏肉とバジルソースで初めて食べたんですけど、量が油があるから、温かいお茶と一緒に食べたらぴったりだと思う。あ、これだからこのスープがあるんだ。なるほど。ありますか。だからロブも全部油があるからぴったりね、食べて後でご飯と、だから美味しい。これは、うん、大豆とレンコンのハンバーグ、うん、あーのね、レンコンが入ってて、うん、美味しい。これ、あ、そっか、サクサクしてます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。な、探してくれてありがとう、うん、本当にいいな、場所だったよ。なんかさ、うん、最近お肉とか、うんうん、まあお魚はいいんだけど、うん、そういうのばっか食べてるから。そうだね、たまには体にいいものをね、食べないと、うん、ありがとう、はい、なんかね、元気出した。この先にも、うん、この姉妹店で、うん、なんかカフェみたいなとこあるから、うん、そこ行ってみよう。はい、はい、ここ、ああ。ここも、うん。
築150年の家だって。あ、そっか。うん、こっちなんだ、昔の家が以前に変わったことが多いね。こういうスタイルでやっていい。あー、マスク本当に家だった後ろ、最近私世間に興味があって、今ねマイナンバーの人生終わりました、ね、人生っていうか更新まで終わりました、私たちの、本当の目的が終わりましたけど、そうだね、ちょっと思ったより簡単だったよ。そうでもね、なんか今コロナのせいで予約制だったんだよね、本当は、ね、本当は予約してなきゃいけなかったんだけど、してなくて、飛び込みで入ったんですけど、まあ行けました。めんどくさいね、ヒョンちゃんのあのビザの関係で1年じゃんビザが、そうだね、だからそれごとにマイナンバーも更新しなきゃいけないんだよ、そう、ちょっとめんどくさいんで、来年もまたしなきゃいけないけど、でもさ、もらったことが良かったと思うよ、私はめんどくさいけど、もらった方が絶対大事だから、ビザ、ビザとか、あ、そうね、だから何年とかはちょっと、もちろんなんか3年とかちょっと長すぎのもらった方がもちろんいいんですけど、もらったものが一番大事だから、まあまあ、それがないとね、日本にまずいられないので、うん、そうそうそう、だからちょっと面倒くさいけど、もうしょうがないわね、まあね、まあとりあえずまあ全部無事に終わりましたので、じゃあまあこっちうるさいからね、外なのでちょっとうるさいんですけど、また次の動画でお会いしましょう。どうも見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。さよなら。またね。またね。